日韓通信業務合同とは、正式には、韓国通信機関委託に関する取決め書と呼称する協定である。1905年に大日本帝国が、大韓帝国の運営していた通信業務を日本側に委託させたものである。朝鮮最初の郵便切手郵便事業再開後に発行された通称、対局切手、朝鮮において1884年11月18日に、 郵便事業が発足し、事業を担う中央官庁であるユーススム総局がソウルに置かれた。郵便切手は日本の大日本帝国印刷局に発注され開業することになった。郵便創業の立役者であったのは新自由ランとして日本に留学経験のあった30歳の公営職であった。しかし、新国の内政干渉を嫌う公営職、金玉金。 僕い,いたかしらの開花派が朝鮮の立憲君主国家への転換を狙い引き起こしたクーデダ、いわゆる更新事変は12月4日にのユーススム総局会長祝賀式典に乗じてことを始めた。このクーデダは遠征外が指揮する新国の軍隊による武力介入で失敗に終わり、ユーススム総局も焼き討ちにあい責任者であった。 公営職もクーデタに加担していたことから処刑された。そのため開業した郵便事業は短期間で閉鎖に追い込まれた。発行された切手2種は無効になり、印刷されながら発行できなかった他の額面の切手とともに格安で払い下げられた。この時朝鮮で実際に扱われた郵便物はわずかであった。なお公営職は現在の韓国では、 近代朝鮮の郵便の父として尊敬されている。1895年7月になって、朝鮮の郵便事業は再開された。この時発行されたのは、対局切手であった。しかし短期間で、郵便事業は行き詰まり、1898年には、フランス人クレマンセが、通信事業の顧問として招聘された。これは、この時期フランスは日本に対する三国干渉で、 極東地域への影響力を伸ばそうとしていた。そのため、フランスも朝鮮近代化に関与していた背景がある。1900年には、韓国政府は通信員を設置し、万国郵便連合にも加盟し、国際的郵便網に入った。なお、朝鮮は1897年に、大韓帝国と国語を改めている。詳細は、在朝鮮日本郵便局を 参照1876年に日朝修好条記が締結され、日本は富山に居留地を獲得した。この時設置された政府機関の一つに郵便局があった。これは朝鮮半島で最初の近代的な郵便事業であった。日朝間の郵便物交換の便宜を図るためであったが、その後朝鮮各地に日本による郵便局が設置された。 これらの郵便局では日本切手がそのまま使用されており、現地通貨で販売されていた。1900年1月1日には在朝鮮日本郵便局で発売される切手には朝鮮という文字が数理されたが、1901年3月末でそれを取りやめている。この間に韓国政府による郵便事業が始まった後も日本郵便局の業務は継続されただけでなく、 範囲も拡大されていった。そのため朝鮮半島では日韓両国政府が経営する通信事業体が並存する状態になった。1904年2月、日本はロシア帝国に宣戦線布告し日露戦争が勃発した。これは極東、満州及び朝鮮半島で南下政策を取るロシアと日本の対立が激化したためである。 1904年2月23日に局外中立宣言をしていた韓国との間で日韓議定書を締結し日本が必要であれば朝鮮半島各地で軍隊を展開できるようになり通行権などが確保されたさらに8月には第一次日韓協約が締結され韓国政府に財政と外交の日本人の顧問を受け入れ条約締結に 日本政府との協議をすることとした。戦争は日本に有利に進んでいき、最終的には日本が勝利することになるが、翌1905年に、さらなる情報、韓国政府に迫ることになった。第一次日韓協約により、韓国政府に派遣された財政顧問、メガタ・タネタロは、韓国政府の財政を立て直すとして、韓国の造幣局であった、転換局を廃止させ、 大阪にある造幣局に戦火の製造を委託させるなどの施策を行っていたが、そのうちの一つに韓国の通信事業を日本に委託させるように迫った。その理由として目方は通信事業が当時毎年10万円という赤字を出していることを挙げた。しかし、これは朝鮮半島は経済的に発展しておらず通信需要が乏しかったこともあるが、 朝鮮半島全体に郵便網と通信網を広げるための設備投資がかさんだためであり、やむを得ない赤字であったとする見解もある。しかし、日本の報道機関は、こういった事情には触れず、日本による通信事業の接種を支持する論調であり、例えば読売新聞の明治38年3月23日の紙面で韓国の通信機関が不備であることを理由に、 日本に委託すべきと主張していた。韓国国内には一部反対の声もあったが、日本は韓国の通信機関を整備し日本国の通信機関と合同連絡して、両国共通の一組織にすれば、韓国の行政上経済上特策であると提案し、4月28日に日本の官報に掲載された内容は以下である。第1条韓国政府派その国内に、 おける郵便電信及び電話事業の管理を日本政府に委託。スヘシコの取決め書によれば、韓国政府が管轄していた郵便事業及び電信電話事業を日本政府に委託するとしていた。形式的には委託であるが事実上接種であり、朝鮮半島における情報伝達網をすべて日本の管理下に置くものであった。5月18日から日本側によって、 通信機関の接種が始まり、7月1日に完了した。一連の接種作業において担当した、引き継ぎ委員長による、韓国事務引き継ぎ点末概要によれば、韓国通信員の通信事業に従事していた、職員の1044人のうち773人が、日本の郵政当局に引き継ぎ採用されたが、残りの271人は、事例拒否者もしくは接種を、 反対して抵抗したとして解雇されているという。これは、朝鮮人労働者が激しく抵抗したためであったが、欠員は以前通信事業に従事していて、悪事を働いたために免職になったものや、病気で退職したものを半ば強制的に集めて、当初はしのいだという。このようにして、日本の手による通信事業が始まった。 しかし一部の朝鮮人からすれば外国政府による経営事業体になったため、抗日武装勢力の攻撃目標にもなった。韓国併合直前の1909年頃には、通信事業の職員や設備がボートに襲撃され死傷者を出す事件が多発したこともあったという。そのため停止輸送が危険であるとして、軍隊の護衛と従事者が護身用の拳銃で自衛していたという。 日韓通信業務合同記念切手日本の定心章は7月1日の接収完了を記念して、日韓通信業務合同記念と題する記念切手を発行した。この切手は日本が発行した記念切手としては4番目で、図案選定者は日端節子であった、原画作成者は磯部忠和、原版彫刻者は細貝溜次郎と日本で企画製造された。だが、 この記念切手の図案は異例な点が数多くあった。まず国語を表記である、大日本帝国郵便が欠けている。この国語を表記欠落は、初期の普通切手、手彫り切手を除けば、20世紀に発行された二例のうちの一つである。切手には、日韓通信業務合同記念切手と、右書表記があるが、当時の日本では、記念を記念と表記していたことによる。 中央の円形枠内には、学名、三線の中央の円形枠内には事実上の日本の国章である皇室の喫花紋章と、大韓帝国の国章である、李王家の理科紋章が左右同じ高さに置かれて、日韓両国の紋章が対等の位置に置かれている。これは事実上韓国の通信事業を強制的に吸収したにもかかわらず、記念切手の題目のように、 合同すなわち対等合併したことをことさら示そうとしたとの指摘がなされている。なお、この日韓通信業務合同記念切手は250万枚が製造され、そのうち100万枚が韓国及び日本の植民地であった台湾と新国国内にあった日本郵便局に納入されたという記録があるが、低新省第20年報掲載の発行口によれば、 販売総数約148万枚のうち、韓国国内で発売されたのは82万枚であった。そのため、日本の記念切手としては発行直後に、海外で販売された総数の方が多かったという切手であった。従来の韓国切手は6月30日をもって、売りさばきは中止され、残された切手も1909年8月31日をもって、使用禁止になった。 そのため1910年の韓国併合を前に、従来は在朝鮮日本郵便局に限られていた日本切手が朝鮮全土で使われるようになった。このように1905年7月から1910年までは日本の保護国であるとはいえ、そのまま相手国の切手が全体で使われたのは他国で行われた保護国政策と比較すると異例なことであった。日本接収以後の朝鮮半島では、 韓国独自の年号として、劉広氏が用いられていたが、郵便物の消印の年号は、明治元号が使われていた。なお、朝鮮半島では1946年に、南北朝鮮で切手が発行されるまで日本切手の使用が続いた。ありがとうございます。